皆さんこんこにちはでですすのレッツ話70回目です1996シーズンの途中に加入したブライアン・スティール・ニールセン選手のお話,お話というかについてですけどあの彼は、まあ、現役デンマーク代表で当時27歳のミッドフィルダーでしたでレッツはこの年最初からシーズン初めからギド・ブッフバルトウーベ・バインそしてバジル・ボリトも外国籍選手3人いたんですよね えー、ですからあの4人目となると誰か1人は毎回外さなきゃいけないこれは監督も選択に迷うところだと思うんですけどシーズンの前半のリーグ戦15試合の中でこの今言ったブッフバルトバインボリの3人が揃って出場した試合って4試合しかないんですよあとの1試合は誰か1人以上あの怪我か出場停止でて出てなかったんでうん。ということはあのもう1人外国籍選手入れてね その中で出られる選手を選んでいってもいいんじゃないかっていう判断はまあおかしくなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、そのニルセン選手ですけど、8月10日の山崎ナビスコカップの予選リーグが初出場で、そこから4試合出ました。ただその4試合ってあの前も言いましたけど、列にとってはナビスコカップ予選リーグの初回試合だったんですね。で、リーグ戦になってはなかなか出られずにリーグの初出場というのが 第20節これ前回話した国立でやった柏レイソルと7対0で勝った試合です。で前回この試合の最後にちょっとアクシデントがあったんだけどそれは次回につまり今回にということで積み残しがあったんですけどそれは何かっていいますと後半43分レッツが7点目を取った後にこのニルセン選手が柏のワグネル選手とちょっともめまして最後はこうまあ フィジカルコンタクトというかまあ殴り合いになったわけじゃないですけどそういう本当喧嘩に近い格好になってしまったんですね。で当時のレフリーがスコットランド人のレスリー・モットロムさんという人でえ2人ともにこうレッドカードを提示したんですよ。これはよよくありますよね2人ともレッドドカーというのはところがまあ揉み合ってた場所が確かこう明炎側のタッチラインに近いところでまあつまり 両軍のベンチからも近いんでオジェック監督が、まあ、何かを言いながらねそこに行ってタッチライン越えちゃったつまりピッチに入っちゃったんです。でオジェック監督は後でそのニールセン選手に「お前デンマーク代表だろ」うと相手の挑発に乗ってるんじゃないっていうことを言いに行ったんだと、まあ、言ってましたけど、まあ、どういう理由があってもインプレー中に22人の選手以外がね 勝手に出るのもダメなんですけど監督とか他の選手が勝手に入ったらこれも警告あごめんなさい警告じゃない退席処分の対象になってしまってオジェック監督はまあレッドカードを手にされました、まあ、正式にはレッドカードでは当時はなか言わなかったと思うんですけどということでニルセン選手はもちろんオジェック監督は次の試合にベンチ入りできなくなってしまったと、まあ、そういうアクシデントがあったんですね。 でここからが今日今回の本番なんですけどこの次の試合、えー、9月28日の第1節は、えー、ホームゲームでアビスパ福岡戦でしたでホームゲームなんですけど会場が札幌の厚別、うん、厚別公園陸上競技場だったんですね今あのコンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌が札幌ドームと並行してホームスタジアムで使っているところですけど こここでで、えー、ホームゲームムゲだったんですよでこれまでにあの何回かお話したことがあります。列、えー、は、まあ、地元とそれから国立以外に、えー、遠い場所でホームゲームをやったことが94年が、えー、博多神戸、えー、富山そして95年が新潟とこの札幌で4回目なんですね。ホームゲームですから浦和、えー、列公演会は、まあ、例によってって言うんですけど。 応援ツアーを企画すするわけですよ、まあ、普通北海道っていえば、えー、飛行行機で行きます、えー、ところが今回は、えー、電車というか急行北斗星という夜行列車で行くことになりまして試合が土曜日ですから金曜日の夜に大宮を出発して、えー、朝着いてバスでスタジアムへ行きで札幌に1泊して日曜日に飛行機で帰るという行程だったんですね。 で私はあの一足早く札幌に行ったんですねまずあのマッチでプログラムを作ってい,いつもより早く仕上げて大宮から、まあ、大宮まで車で持ってってですね電車だったからその北東線に積んでもらったんですでその足でそのまんま博,博多じゃない羽田に行って飛行機で金曜日の夜に先に札幌に泊まりましたで土曜日の朝早くレンタカーを借りて、えー、札幌駅へ行き で北斗星の到着をお,、まあ、お出迎えしてというか待って挨拶もそこそこに待ち手プログラムを車に積んで一生懸命で厚別競技場に運んだというそういう、まあ、重要な使命があったんで全泊したわけですね。で試合が午後1時からでした。でサポーターが来たんですた、ね。で。 これ入場を待つサポーターの,あの写真なんですけどなんか駒場と変わらない雰囲気じゃないですかでもちろん相手の福岡サポーターもいたと思いますけども5611人地元北海道の人たちも多かったと思いますでまあ満員じゃなかったんですけど列のゴールラはかなり詰まってました で選手が入場するとゴールラを赤いデカバタがね覆ったんですよ。で、えー、当時の厚別競技場の周りって今どうだっ、今はもうちょっとあの建物あったと思うんですけど、周りに建物がな,なくてですね、こうピッチから見るとここ少しこう上に見えますよねスタンド。そうするとスタンドの外側は全部青空なんです。そうするとその青空をバックにデカバタの赤とか。 サポーターの服とかそれから赤い旗とかがですねもう見事に生えてこんなに綺かな光景っていうのは久々に見たなという感じでしたね。で試合はこの試合バジあのさっき言ったニルセン選手出場停止でバジル・ボリ選手も出場停止それからバイン選手が怪我とからオジェック監督がベンチにいないというまあ大変な状況だったんですけど。 前半1分あの岡野正之選手が先制しました最、まあ、先良かったなと思ったんですけどその後すぐにフリーキックを直接決められて1対1になりました、えー、これだいぶ前でしたけどこのシーズンの第2節アウェーでアビスパ福岡とやった時も1対1の、えー、まあ、まあ延長に入って延長でようやく V ゴール2点目が決まってレッツ勝ったっていう話しましたよね。 この試合はでも1対1のまんまんんずっっと流れていったんですねで途中であのこの年新加入した内館秀樹選手も途中出場してこれ J リーグデビューだったんですけどまあそれでもあの試合は変わらず延長のえを含めて合計120分でまあ後半3分に同点だったから117分間ずっとスコアが動かずに PK 戦になりました。PK 戦ではあの 滝田選手ゴールキーパーの滝田裕樹選手が大活躍して福岡のキックを2本止めるんですね、まあ、それで、えー、なんとか PK で勝ったんですけど、あのー、延長 PK、まあ、それから、えー、勝利のセレモニーというかこう一周一周したかなまああのー、選手の挨拶とか終わって、まあ、相当時間経っていたわけですよ。で終わった後のあのー、ゴール裏結構ね、えー あちこちこで電話ししてる姿が見えましたでもちろん裏にね仲間が大勢残っていてテレビ中継はなかったナックファイ5の中継があったと思うんですけど、えー、仲間に報告してたとそういう人がほとんどだと思うんですけど中には、えー、札幌の居酒屋さんに電話している人もいて何かっていうと試合が終わってもちょうどいい時間ですよね1時からの試合ですから皆さん行ってせっかく札幌に行ったんだからって飲み会を企画してたんですけど。 多分この延長 PK でちょっと予定を過ぎそうだとあの厚別公園のこの競技場,競技場って近くの大谷という駅まで歩いて30分近くかかるんですよでそこから札幌駅を経由して、まあ、ススキのに行くにしても皆さん空港から直行してますからスタジアムまでまだホテルにチェックインもしてないそういうこともして含めて考えると試合終わってから 1>, 1時間以上は楽にそのかかっちゃうんですいません30分その宴会の開始を遅らせてくださいとか1時間後にしてくださいとかみたいな電話がねあちこちで聞こえてましたはいまあ私もいろんな飲み会に今回はこの時お邪魔したんですけどねまあこれも北海道ならではの札幌でのねホームゲームならではの光景かなともちろん一番感動したのは勝利ですけどそれと同時にさっきも言いましたああの本当のね 海道の空は高いって言いますけどかつ青いあれにこう生えた赤とそしてその勝利の味っていうのは格別でした、まあ、ちなみに、えー、遠いところでのホームゲームってこれまでこれを札幌を含めて5回あったわけですけど負けたの1回だけなんですよ4勝1敗なんです、まあ、その1敗が富山だったんでちょっとその残念な結果でしたけどそういう点では遠いホームゲーム勝率良かったですね。 で後にも先にも、多分後にももうないと思います、札幌でのホームゲームで戦ったレッツサポーターの皆さんの写真を見ていただきながら、お別れしたいと思います、次回へ。